ついてなかった。なんか随分雰囲気変わりましたね。そうですね。変えてきました雰囲気、はい。今はドラマの髪型してるんですけど。ドラマの主人公の髪型してるんですけど、次の髪型募集しといてください。熱いな。わかりました。ちなみに何ていうドラマですか？六本木クラス。あ、六本木クラス。次の髪型募集しときます。どうするすごいね。パンチパンでお願いしますか？その時は細川先輩にお願いしてください。私はせいに。これワクさんから送ってきた。また、うん、多分タッキーとのコラボらしい。はい、これじゃあこれです。この T シャツで。ありがとうございます。いい T シャツ。ありがとうございます。これにはわけが。これにはわけが。やばいよ。ちょっとスニーカーがなくて。ちょっとスニーカーがなくて。これ勝ち釜ですか？勝ち釜です。あ、なんか食べたいの？いや、じゃあ。聞いてます。昨日電話しました。本人と、はい。誰？社長？いや。飯山先生が、あー、小田さん、小田さんがなんか昨日勝ち釜のことだけなんか言われました。特に釜氷のなんかアドバイスなく勝ち釜のことだけ。ちなみに深見さんもね、なんかあの、はい、で川村亮さんから、ね、私マジで大丈夫。マジで需要ないので他の人にインタビューしてくれって言われたので、あ、これだけあのファン投票、あ、そうそう、そうね、あ、そう、ガモボーリなの、はい、レディースオールスター、あー、そうだ、これ着てきましたのでお願いします。大丈夫です。終わり、はい、いいです。恥ずかしい。久しぶりです。ね、何かこう、新しいやつないですか？なんかめっちゃ売ってくれやん。新しいやつですか？サウデンズみたいな。最近ないっすね。前方前でいいっすか？前方前でいいっすか？それじゃダメっすかね？いいっすよね。それでいきますわ。もうこれ何通りですか？これ3通り。3通り、はい、これフナケン買うと結構かなりの点数ですけど。確かに破産しちゃいますよ。いや、もう買える程度でお願いします。私なんかで言うのか。さっき聞いたと思うけど、マストールは、はい、が毎回どうしても行われてるんですけど、はい、初めて聞きました。え、なんか初めてここ水面来て選ばれると思ってなくて、え、私なんかでいいのかなって感じですけど、選ばれたからには一生懸命走ります。はい、あ、はい、よろしくお願いします。あ、見たことあります。あの、石木さんの、石木ヨガさんのあれ、やばいやつ。やばいやつ、はい、ちょっとね、いくつか分かるこのカメラです。うん、お父さんとのやつが面白かったです。私も出てみたかったです。はい、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 すみよくある、はいはい、前回5位やったんですよ。
4位ぐらいにしときますどうですか。おお、いいっすね。ちょうど赤だからいいかなと思って。言ってくださいよなんて書こうかな。お願いします。お願いします。無事故か、そうですか。何しようかな。いいっすね。さっきヒント出したつもりだったんですよ。察しが悪い。水神サイド人って人ですよね。違います。あ、神です